ロームセミコンダクターヨーロッパの谷村です。今日はロームの新製品シリコンカーバイドショットキーバリアダイオードについて紹介させていただきます。ロームは高耐圧高電流に最適なシリコンカーバイドの材料を用いたショットキーバリアダイオードの開発量産を実現いたしました。従来のシリコンの材料では達成できなかった非常に高速な逆回復時間を達成することによる高速スイッチングデバイスの開発に成功いたしました。また逆回復電荷量を小さく抑えることでスイッチング損失を非常に小さく抑えることができ、最終セットの小型化に貢献することができます。また従来のシリコンファースリカバリーダイオードでは温度上昇に伴い逆回復時間が上昇する傾向が見られましたが、シリコンカーバイドショットキーバリアダイオードでは温度上昇によっても非常に安定した逆回復時間が得られ、高温動作に最適な製品として使用いただけます。ロームは大きく 600V、1200V の2つの電圧ラインナップを持ち、各種アプリケーションで最適な電流値を選んでいただけるよう細かな低角電流のラインナップをご提供しております。またさらに 1700V の高耐圧化、また次世代のトレンチショットキーバリアダイオードの開発にも取り組んでおります。ロームはシリコンカーバイドウェハーのサプライヤーであるサイクリスタル社をグループメンバーに加え、材料から最終デバイスに至るまで一貫した開発生産を行うことで高信頼最先端の新商品をご提供し続けていきます。